回数の法則でまず思い浮かぶのはサイコロを何回も振る場合だと思います。思考回数が増えるごとに6分の1に近づくというものです。これを例えば51%、49%の偏りのあるコインの話にして最近流行りのアンサンブル学習の弱学習期の結合の論拠に持っていく場合もあります。 有名な例としては、乱数を使った円周率の計算です。こちらは、四角の範囲内で乱数を何度も生成して、円周の内外の点の比率を計算していくことで、円周率を求めます。これは乱数で生成した値が円周内に入っている確率を P として、 思考回数を増やし行ったときに3.14の周りに尖った分布を作るというものです。こちらは対数の法則が位置する証明のチェーンです。マルコフの不等式は確率変数の値の取り得る範囲が期待値が表せる。チェビシェフの不等式は 分散が取り得る範囲の上限が設定できる。そして対数の法則は、観測、サンプリング、思考回数が増えると、確率変数はある範囲に収束する。最終的に中心極限定理は、和を取ると正規分布の話になる、ということです。情報理論にガウス分布の話が出てくるのはこのためです。 情報科学の場合は、中心極限定理は発展した話題扱いになる場合が多いです。少し大げさですが、先ほどのサイコロの目の話を、熱力学第二法則と関連づけて考えてみます。ここでは、サイコロの目の数が6ですから、 エントロピーとともに増加するエネルギー順位の数は6の倍数だけあるとします。サンプリング回数が増えるにつれ生じる変化を空間、気体の膨張とすると、対数の法則は熱力学第2法則と紐づけて考えることができます。こちらは分子数とエネルギー順位を関係を示したボルツマン分布です。 サイコロを振るごとに確率が6分の1に近づくということは分布型が右へ変化していくことに対応します。さらにサンプリングした標本数の増加を期待の膨張とするとエネルギー順位と分子の関係と確率変数の収束の話とを対応づけられます。こちらのエネルギー順位は各確率変数が取り得る値の範囲だとします。 機体が膨張すると各エネルギー順位の間隔が狭くなり、観測された変数がどのエネルギー順位に入っているか当てることが難しくなります。対数の法則は物理、経済、情報分野での大量現象を扱う際の鉄板トピックです。 データサイエンスでは、全標本とサンプル標本の期待値は、思考を繰り返すごとに近づいていく。このことはエンゼンの不等式と合わせてアンサンブル学習の論議になっています。対数の法則は、物理学、経済学、情報科学など、大量現象の法則を扱うところでは大抵出てきます。 そのため、様々な表記方法があります。下半分は、微分記号を使うもので、ここから中心極限定理の式に持っていく場合もあります。こちらは、サイキット・ラーンのプログラムです。ここでは、表の確率が51%、 裏の確率が49%というパラメータを設定しました。はじめは51対49の比率からは離れたところからスタートしますが、試行を繰り返すごとに表の出る確率が51%に近づきます。 これはサンプリングを繰り返せば真の確率分布の期待値などを推定できる。というアンサンブル学習の始まりになっています。対数の法則を証明する際に使われるのがチェビシェフの不等式です。こちらもいろいろな解釈がありますが、 サンプリングされた X が取り得る分散の範囲には上限、下限がある。対数の法則はサンプリングの回数が増えるとその上限、下限の範囲が狭まっていく。またはサンプル数が増えると右辺の分数が小さくなっていくことが特徴です。この不等式に微分記号をつけるとサンプル数が多くなった時にどうなるのかはっきりします。 最終的にこのようにまとめましたこれは例えば標本全体からサンプリングすればそのサンプルの平均は回数が増えるにつれ必ずある範囲に落ち着くということです部分は全体を反映する とと言っていいいかもししれまません。ごご視聴ありがとうございました。最後に対数の法則をサイコロを使って確認してみましょうここでの対数の法則は左辺の正規確率が右辺以下になるというものですつまり 期待値と分散が計算できれば、ある確率変数がある範囲内に入る確率が計算できます。ここでは1の目が出る確率対象にして、試行回数を6万回にした場合の1の目が出る回数が6万前後になる確率を計算しています。6万回の場合大体0.98の確率で落ち着きます。 対数の法則は、典型系列や圧縮の話にも使われます。